はい、皆さんこんにちは、熊沢でございます。さあ、なんだかんだで動画にたくさん出してきたんですけど、こいつちゃんと話したことないなと思って、今日はね、マンフロットのピクシーの魅力についてちょっとお話をしたいなと思います。はい、ということでね、カチンコ代わりにもなるこのマンフロットのピクシーです。ミニ三脚ですね。もう言わずと知れた傑作ですよ。はい、まあ、このね、マンフロットのピクシーっていうのはミニ三脚、こう足がついてまして、開いてこう置けるわけですよ。置けるわけ、こうやって見えますかね、置けるんです。はい、すごくちっちゃい三脚、ミニ三脚、こんぐらいのサイズですね。僕の手と手のひらと同じぐらい、手のひらっていうか手、同じぐらいです。はい、でこいつがね、どんだけ優れてるかっていうね、お話をちょっと今日していきたいんですけれども、まずね、この軽さ、マジで軽いです。多分 200g とかぐらいなもんだと思います。でもう一個ね、優れてる点がこのね、雲台なんですけど、ここにね、ボタンがあるでしょ。このボタンを押してこうクリクリやるわけですよ。でボタンを離すと止まる、ボタンを押して動く、ボタンを離すと止まる。これすっごい便利なんですよ。すごい便利。それからこのしっかりした作りですよ。さすがマンフロットといったところですか。もうちょっとやそっとじゃねえ、ガタつかないですよ。それから、ここにね、こうちゃんと三脚の後ろ、このぐんと足のね、ここの部分ですよ。ここの部分に、まあ、ゴムみたいな、ラバーみたいなね、あのグリップみたいなのがついてるんで、しっかりと止まってくれる。これはね、すごくいいですよ。それからね、このなんといってもこのデザインね、このなんですかね、これ羽みたいな、 このままなんかどっか飛んできそうなね、この感じですよ。はい、で一応ね、このマンフロットのピクシーは耐荷重が1キロなんですけど、僕今撮影で使ってるこの S1H をね、ガンガン乗せてます。本体だけで1キロの1キロ超えてますから、 S1H でも乗せられます。あんまり使わないようにはしてるんですけど、一応全然使えます。あんまりね、フロントヘビーなレンズをつけてしまうとちょっと危なっかしいかなと思うんですけれども、このね、ピクシーのね、さらにいいところはですね、こうグリップ代わりにもなるんですよ。手持ちのグリップ代わりにもなるというのがすごく魅力なんですよ。例えばね、今ここに GH4 があります。スモールリグのケージもついちゃってるんですけど、こうくるくるくるっとつけていくわけですよ。くる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 、三脚ネジにつけて、はい、これでもうグリップできるわけですよ。自撮りしたければちょっとこういう風に前に向けてね、こうやって、はいどうもとできるわけです。はいどうもと。でしかもなんかね、この一応ね、これがね、金属製らしいんですよ。ステンレスだって言われてるんですけど、僕にはプラスチックにしか感じないんですけど、まあね、このなんかね、質感がなんかね、サラサラとスベスベの間みたいな感じで、持っててね、なんかいいんですよ。このここの多分ね、膨らみとここの細身のこのシルエット、曲線の美しさが多分ね、こう持ってて苦にならない感じなんですよね。はい、手持ちグリップとしても使っていけると。でさらに例えば、モニターでね、こう忍者とかいろんなモニター出てるじゃないですか。そういったモニターをね、三脚、一応これ4分の1ネジですから、こうやってね、4分の1ネジがつくものはこうやってモニターつけて、こうやって置いとけるというわけですよ。これ素晴らしくないですか。でとにかくこうポケットにこうスッと入れて持っていけるところが良かったりとかするわけですよ。それからなんかね、とりあえずちょっとこうモニターをどっかに置いときたいんだっていう時とか、あと三脚ネジがついてるような、ちょっとたまたま見つけましたけど、こういう LED 照明でここに三脚ネジをつけられるようなね、シューのやつがついてるんですけど、こういうのとかもこうクククッとつけられれば、とりあえずポンと照明を置いとけるわけですよ。ほんとね、今ちょっと電源つながってないの光らないですけど、はい、もうとりあえず持っとけというね、3000円くらいですから、とりあえず持っとかなきゃ損な、この三脚、ミニ三脚ピクシー、これはね、もうマンフロット製品ファーストチョイスだと思います。僕は
もっと耐荷重が大きい、多い、ピクシーエボっていうね、こうちょっと大きくて、ここにボタンがついてグンって足伸ばせて、さらにこう低いところまで行けるような製品も出たりしてるんですけど、僕はこのマンフロットのピクシーオリジナルをね、オリジナルなんていう名前はつかないですけど、これをおすすめしたい皆さんに、本当に買ってください。ぜひ幸せになれると思います。はい、ということでね、まあこれスマホユーザーの方もマンフロットからスマホクリップとか出てますし、GoPro のアタッチメントのやつもねあるでしょ、三脚のやつとかもすでに GoPro 用のやつもあるし、普通のビデオカメラであるとか別のアクションカムであるとか、こういったミラーレス一眼、それからもっとコンパクトなコンデジとかミラーレス一眼、1キロ内、レンズ含めて1キロ内に収まるものであれば UU 乗せられて UU 置いとけますから。はい、ということでね、今回は改めてこのマンフロットピクシーというミニ三脚兼カメラグリップにもなりうる素晴らしい製品のお話でございました。熊沢でした。